じゃあ今日の試合は誰ホーモー部外者は出ていけ、監督氷谷がダブルスのペアがマジかよ。でも君卓球こちら契約書で契約書よしこーおい決勝をかけた試合やからあるぞ。ルール分かってんやろな。分かるよ。これホイホイやるんやろ。本気でそりゃ来たい。じゃあ俺行くわ。ホイホイじゃあホイ俺の勝ち。違う、交互に打つルールやろが。それさっき言えよ。うわぁなんか俺いいこと思いついていいけど。いいから、来るぞ。おい、わぁ俺のダブルスってな。いけことぁちょっと大変。ゲーム終わるまでない。こう、ミスター、ごめんごめん。お前あれ、俺ペンコーラ主人、この代わりペン取るたびにコーラあげるわ。どっしゃやったら。なんなんこいつ。それ今のでコーラやぞ。わかったわかった。おい君、1点失うごとにコーラあげるわ。そんな手に日本やぞ。まあごめん。お前いや、わざとちゃうよ。お前やろな。おい、わざとやろか。なあ君、コーラあげるわけないやろ。ベーク暴れた。もう帰ってくれ。おい、次まで今まで言うな。次は絶対勝つ。おおい、足引っ張るなよ。よし、一回殴っとこう。このゲームで俺らの勝ちやし、本気見せたるわ。ほう、何それ。あいつ有名なカットマンや。そうだ、試合終わったら髪切ってもらおう。このカットじゃない。あ、英語でいいか。おい、試合中やぞ、集中しろ。よし、殴ろう。ちょっと待って、ちょっと変かまわれてるわ。いや、いつも様じゃない。バカにしやがって。なんか遊びはここまでや。キモい。どんどん急に馬なりやがって。行くぞ。おらカットや。カットバイスほい。うわ、よし、次も勝つ。お前なんや、よく見たら補欠みたいな顔してるな。はい、プッチン来ました。うわっ、ソニー、うるさいうるさい。次でラストやな。こうなったら奥の手や。ファッエッチシュート。おい、ああ、エッチって絵の角に当てること。なるほど。ああ、むずいから。おい、できちゃってる。おいおい、連続エッチや。もし次点取ったら勝ちやな。そう、こんなやつらに。最後に俺の一発技見せたるわ。ああ、一発。お、橋本パンダ見に来てる。え、おい、うわー、ああ、これ何これ。そうだやんけ。もういい。おい、どこに。もう動くの疲れたんで吹奏楽部行ってきます。あ、潰れるわ。まったく、どいつもこいつもほんまに監督かよ、貧乏監督め。おい待て。ああ、前いつから卓球やってるんや。いつから。1時間前くらい。マジかよ。こんなやつに俺は。やだ。待て、もう何よ。俺はコーラなくて不機嫌。ほらよ。おお、コーラ。てかあれや、補欠みたいな顔とか言ってごめんな。うわ、聞いてるか。ごめん、なんか言った。バカな。あれや、補欠みたいな顔とか言って。ビビれる。こんな補欠。補欠ちゃうわ、ビト。てかもういいから。じゃあな、ありがとうな。待て、せめて名前だけでも。人に名前を聞くときは自分から名乗れって、この前の動画でも言ったやろ。俺は知らんけど。あ、そうやな、悪かった。俺の名前はマサヤ。サッカー部所属、ポジションは CB。 よろしくな。うわー、リタ。だからこれの角で殴るなって。もう言い換える。お前の尺長いし。そんなこと言うなよ。あ、どうせお前がこれから出れるかは視聴者のみんな次第やしな。俺はそうやけど。あーなー。おーい、まあ俺ももっと頑張るか。とりあえず、あの必殺技の真似しよう。必殺技の名前は、嘘つきパームやで。